サーンキア学派、サーンキア学派、サーンキア学は、とは、インド哲学の学派の一つで、六波哲学の一つに数えられる。世界の根源として、精神原理であるプルシャ、神あれ、自己と物質原理であるプラクリキー、自称、現実という二つの究極的実体原理を想定する。厳密な二元論であり、世界は、プルシャの干渉を契機に、 プラクリティから展開して生じると考えた。サーンキア学、あるいはサーンキアとも、またソンキアは、数え上げる、考え合わせるという意味で、数論派、数論学派とも。また、夏目漱石に影響を与え、無関心こと非人情をテーマにした実験的小説、草枕が書かれた。サーンキアという語は、マハーバーラタにおいて、 知識によって下脱するための道のことを意味していた。時系列的に古いところから説明すると、サーンキア学派を開いたのはカピラでその弟子にパンチャシカがいたとされている。だが、カピラやパンチャシカについて伝承されていることはあまりに説的で彼らについて確かなことはよくわかっていない。サーンキア思想を特徴づけている二元論的な考え方は、 カピラが思いついたといったものではなく、時代を遡れば、リグベーダにあったものである。サーンキアの特徴的な諸概念は、マハーバーラタの一部をなす、バガバットギーター、紀元前数世紀頃の文献に残されている。他に、サーンキア思想に言及するものには、モークシャダルマ、医学書、チャラカサンヒターなどがある。仏教の、ブッダチャリタでも言及されている。こうした資料によって、 一言で、サーンキアと言っても、初期には様々な説が含まれていたことが分かっている。そしてそれらの様々な説が3世紀頃、バール・シャガニアの写シ式シタントラにおいて体系化され、競技化したのだろうと考えられている。ただし、写シ式シタントラは現存せず、その内容については、あくまで他の文書内での言及をもとにして、推察されているに過ぎない。4から5世紀頃に、 イーシュバラクリシュナによって、サーンキアカーリカー、チョウ、ジュという学説功用が書かれたが、これは現存する最後のテキストである。この書は、シャシキタントラの要点をまとめたとも語られるが、実際には、シャシキの後に生まれた思想も含めて解説されている。ここまでが、古典サーンキアと呼ばれている。15世紀頃に、サーンキアスートラ、16世紀頃に、 タットはサマーサが書かれた。これらの内容は古典的学説に沿ったものである。この頃にはサーンキア学派は衰退しており、ベイダンタ学派が優勢になっていた。16世紀後半になるとビジュニアナビクシュがプラバチャナバーシャというサーンキアスートラについての注釈書を表したが、これは勢力優勢なベイダンタに追いつくために、有心論的な考え方を採用したものである。 サーンキア学派は厳密な二元論を特徴とし、その徹底性は世界の思想史上でもケウのものである。世界はある一つのものから展開し、あるいはこれが変化して形成されるという考え方をパリナーマベーダ、天辺、回転説といい原因の中に結果が内在するという元中ウー論であるがベーダウパニシャットの一元論やプラクリティ、 根本原質からの世界展開を主張する三期、学派はこれにあたる。精神原理であるプルシャは永遠に変化することのない、実定である、都市、それに対し物質原理であるプラクリテを第一、原因とも呼ぶ。プラクリテには、サットバ、サットバ、純質、ラジャス、ラジャス、激室、トマス、トマス、影室、闇室という相互に関わるトリグナ、トリグナ、 三つの構成要素、三特性、三徳があり、最初の段階では平行しており、平行状態にあるときプラクリティは変化しないとする。しかしプルシャの観察、干渉、関心を契機に平行が破れると、プラクリティから様々な原理が展開、流出していくことになる。プラクリティから知の働きの根源状態であるブッディ、ブーダ、サトシ、またはマハト、 魔法と、台が展開され、さらに展開が進み、アハンカーラ、アハンコラ、我慢、または、我衆自我意識。アハンは、私、カーラは、行為を意味するが生じる。アハンカーラの中のトリグナの均衡が、ラジャスの活動によって崩れると、これから、マナス、イ、心根、ね、マナス、思考機関、語感覚機関、ジャノネンドリア、ゴジネ、目、耳、美、絶、皮膚、 5行動期間、カーマンドリア、5作ね発生期間、把握期間、で歩行期間、足、排泄器官生殖器官パンチャ・タンマートラ、5ただまたは5ただ量、パンカ・トンマトラ、5微細要素、5つの端的なるものが展開して生じる。パンチャ・タンマートラは、感覚器官によって捉えられる領域を指し、声ただ、聴覚で捉える音声、食油、皮膚で捉える感覚、 色ただ、視覚で捉えるや形、味ただ、味覚で捉える味、香ただ、嗅覚で捉える香り匂いである。この五ただから、五代、パンチャ、ブータ、または、パンチャマハーブータ、パンカ、五素大元素が生じる。五代は、土台、プラズビ、プリティビーもしくはブーミー、ブーミー、水代、アーパ、アーパもしくは、ジョラ、ジャラ、カダイ、アグニー、アグニーもしくはテイファス、テイジャス。 風大、場、バ、バー,ーユの四元素に、元素に存在と運動の場を与える空大、アコシャ、アーカーシャ、虚空を加えたいつつである。プルシャは、このような展開を観察するのみで、それ自体は変化することがない。プルシャ、プラクリティ、ブッティ、マハト、アハンカーラ、十一コン、マナス、五感覚器官、五行動器官、パンチャ、タンマートラ、パンチャブータを合わせて、 25対20の原理と呼ぶ。対、タトばは、真理を意味する。ブッディは、プラクリティから展開して生じたもので、認識、精神活動の根源であるが、体の位置期間に過ぎず、プルシャとは別のものである。ブッディの中のラジャスの活動で、さらに展開が進み、アハンカーラが生じる。これは事故への執着を特徴とし、個体意識。 個別化を引き起こすが、ブッティと同様に物質的なもので、体の中の一器機関とされる。アハンカーラは、物質原理であるプラクリティから生じたブッティを、精神原理であるプルシャであると誤認してしまう。これが輪廻の原因だと考えられた。プルシャはプラクリティを干渉することで物質と結合し、物質に限定されることで、本来の純粋正常性を発揮できなくなる。そのため、ブッティ、 アハンカーラ、パンチャタンマートラの結合からなり、肉体の死後も滅びることがない穂の細身、ミサイシン、リンガもしくはリンガシャリーラ、リンガスリラは、プルシャと共にリンネに囚われる。プルシャは、本性上すでに下脱した、正常なものであるため、リンネから下脱するには、自らのプルシャを清めてその本性を現出させなければ、ならない。そのためには、十五体を正しく理解し、 ヨーガの修行を行わなければならないとされた。サーンキア学派は、ヨーガ学派とタイになり、ヨーガを理論面から基礎づける役割を果たしている。また、サーンキア学派は、夏目漱石に影響を与えたことでも知られる。この学派では、ネハンとは、プルシャ、事故がプラクリティ、世界に完全に無関心となり、事故のうちに沈潜すること、カイバリア、毒、あり、 カイバリアだと考えた。夏目漱石は、一高時代に、井上哲次郎の東洋思想の講義を受講し、サーアンキア哲学の講義を受けて深く感銘を受け、無関心こと非人情をテーマに、草枕を表した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。